こんばんは、ゆめです。太陽系の最も外側にある星といえば海王星ですよね。最果てに位置する海王星はまだまだ謎の多い未知の惑星です。しかしそれだけに、探査や観測などによって日々様々なことが判明しているんですよ。今回はそんな海王星についての最新ニュースを一気にお届けしちゃいます。まずは海王星がどんな星なのか紹介しますね。海王星は太陽系第8惑星として知られる惑星です。現在の時点では太陽系の最も外側に位置する惑星とされています。その直径は約 49,244km で地球のおよそ 3.9 倍、質量は地球の約17倍となっています。海王星は地球よりもかなり大きな惑星なんですね。また海王星は名前に海が入っていますが、実は氷の惑星です。太陽からの距離がとても遠いため、地表が氷で覆われているんですね。太陽系の中で太陽から最も離れた場所にある海王星は、太陽の光が地球の900分の1しか届きません。そのため表面温度はマイナス220度と、とても過酷な環境となっているのです。海王星はものすごく寒い星なんですね。では海王星ではなぜ氷の星なのに青っぽく見えるのでしょうか。それは星の大気に存在するメタンのおかげです。海王星の表面にはメタンや水素、ヘリウムなどでできたガスの層があります。メタンは光に含まれる赤色を吸収し、青い光だけが目に届くため海王星は青く見えるというわけなんです。ちなみに綺麗な水色の星として知られる天王星も同じ理由で青っぽく見えるんですよ。色という意味では天王星と海王星はよく似た星なのかもしれませんね。さてそんな海王星が発見されたのは1846年のことでした。そのきっかけは天王星の軌道が不規則であることが判明したことです。これによって天王星の軌道に影響を与える惑星が存在するはずだと推測されました。それが海王星だったのです。やがて海王星が発見され、太陽系第8惑星となりました。そしてそこから100年以上が経過した1989年、いよいよ無人探査機ボイジャーによって海王星の探査が行われることになりました。この探査によって海王星の大気や輪などをはじめとした詳しい情報を得ることができたといいます。他にも木星の大赤斑に似た大安斑や小安斑が発見されたり、衛星を新たに6個発見されたりしています。さらにそのうち3つ、プロテウス、ネレイド、トリトンについては詳細な画像も得られました。さらに衛星トリトンでは間欠泉の姿も捉えられるなど、ボイジャーの探査によって海王星について今までないくらい多くのことが分かったのです。しかしまだ海王星の詳しい探査を行ったのはこれまででボイジャー2号のみ。つまりこの星については分かっていないことがまだたくさんあるのです。太陽系の惑星として知名度が高い海王星ではありますが、実は未だ謎だらけの未知の惑星だったんですね。しかしこの星は太陽系の中でもかなり遠方に位置するだけあって、簡単に探査に向かうことができない惑星でもあります。そのためボイジャー以来探査が行われていないのです。しかし現在も望遠鏡などを用いた海王星の観測が行われています。ハッブル宇宙望遠鏡やジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などの宇宙望遠鏡、
または地上からの観測で日々新しい発見があるんですよ。例えば、海王星で白い雲が高速で移動するスクーターと呼ばれる現象があることや、地球と同じくらいの大きさの嵐が発生したこと、ダイヤモンドの雨が降ることなどが分かりました。海王星では地球上では起こらないような現象がたくさん起こっているんですね。神秘的な海王星の姿が垣間見えて少しワクワクします。では、そんな海王星の観測によって最近分かったことはあるのでしょうか？今から海王星について判明した驚きの最新情報を一緒に見ていきましょう。まずは2023年のニュースです。この年、海王星の雲が消滅したことが報じられました。海王星には雲の層が存在するのですが、数年前から雲の形に動きがあったようです。2019年から中緯度にある雲が薄くなり始めたことが確認されていて、2020年までにその多くが消滅しています。さらに2023年には海王星の表面に雲がほとんど見られなくなってしまったのです。一体海王星で何が起こっているというのでしょうか？この観測結果についてハーバード大学をはじめとした研究チームで研究が行われました。ハーバード大学の天文学者エラン・ディ・チャベス氏によると、雲の増減は11年の周期で変化しているそうです。規則正しい変化が見られるということは、海王星における雲の増減は偶然ではなく、何かしらの原因があるってことですよね。では、その原因とは何でしょうか？チャベス氏によると、その原因は太陽だと言います。とても意外ですよね。海王星の雲の増減は太陽の活動周期によるものと考えられているそうです。太陽は常に強い光と熱を発しているイメージがありますが、実は常に一定のパワーで活動しているわけではありません。太陽放射のレベルや物質の放射量などに周期的な変化があります。そしてその周期が約11年のサイクルなのです。太陽星の雲は太陽の活動が活発になると増え、おとなしくなると減ることが確認されています。つまり、太陽活動周期と海王星の雲の増減がぴったり一致するんですね。このことから、太陽から遠く離れた海王星が太陽活動周期に影響されている可能性が示唆されました。これはすごい発見ですよね。太陽から海王星までの平均距離は約45億440万キロメートルもあり、太陽から地球までの距離の約30倍も離れています。そんな遠くに位置する海王星も太陽に影響されていると考えると、壮大な宇宙の神秘を感じることができますね。ちなみに、海王星では他にも、大気の深部で発生する嵐が雲の量に影響している可能性があるそうです。このことについては、さらなる調査が進められています。さて、それでは次のニュースを見ていきましょう。次に紹介するのは、2023年8月末の衝撃的なニュースです。この時、近畿大学と国立天文学チームによってある発表がなされたことが話題になりました。それは海王星の向こうに広がる領域に他にも惑星が存在するかもしれないというものです。現在、太陽系の惑星は海王星が一番外側にあり、その向こうにはエッジワース・カイパーベルトと呼ばれる領域が存在するとされています。エッジワース・カイパーベルトとは、その領域にある氷や岩でできた小天体が円盤状に集まる帯のことですね。そしてその場所に、
まだ私たちが知らない惑星が存在するかもしれないことが分かったんです。ちなみに今は海王星が一番外側の惑星として知られていますが、かつては別の惑星が最も遠い惑星として存在していたことをご存知でしょうか。それがかの有名な冥王星ですね。冥王星は以前第9の惑星として知られる存在だったのですが、似たような規模の天体が多く発見されたことから、2009年に準惑星に降格しました。それ以来、第9惑星はまだ見つかっていません。しかし、研究チームによると、この太陽系外縁部には地球の 1.5 から3倍ほどの質量を持つ惑星が存在するといいます。その場所は海王星の6から16倍遠い場所なのだそうです。海王星を越えた遥か向こうにまだ未知の惑星が存在する。発見される日のことを思うととても楽しみになるニュースですね。しかしなぜ海王星の向こうに惑星があると考えられるようになったのでしょうか。それは研究チームが行ったシミュレーションに理由があります。このシミュレーションによってカイパーベルトの動きを調べた際に、仮にカイパーベルト惑星を加えたところ、現在の様子や動きを再現できたのです。そのため海王星の向こう側には第9惑星となる未知の惑星があるとされたんですね。しかし、第9惑星の存在が示唆されたのは今回が初めてではありません。実は、第9惑星が存在する可能性は海王星発見時から考えられていたことだったんです。そして21世紀には、プラネット9仮説が提唱され、第9惑星が存在する可能性がさらに濃厚となりました。プラネット9について詳しく知りたい方は、こちらの動画で詳しく解説していますので、よかったら見てみてくださいね。惑星同士の軌道の影響から、第9惑星がある可能性はとても高いそうなので、発見される日がとても楽しみですね。さて、次のニュースを見ていきましょう。あなたは海王星というとどんな見た目の星を思い浮かべますか？きっと多くの方が鮮やかな青色をした天体を思い浮かべると思います。しかし今年になって、あの海王星の姿は真の姿ではなかったことが明らかになりました。一体どういうことかというと、実は現在公開されている画像のほとんどは色調などの補正がかけられていたんです。これは決して海王星をきれいに見せようという意図があったわけではありません。もともと鮮やかに加工された海王星の画像は科学研究の場で使用される画像でした。そのため、かつては掲載するにあたって加工していることを注釈で説明する必要がありました。しかしいつしか注釈なしで掲載されるようになり、私たち一般人の間でもあの鮮やかな海王星の姿が一般的なイメージとなってしまったというわけなんです。そして2024年1月、海王星の本来の色に関する論文が英国王立天文学会の学会誌に掲載されたことが大きな話題になりました。オックスフォード大学教授であるパトリック・アーウィン氏によると、従来の海王星の写真にはコントラストを強調する補正がかけられているといいます。そこで、天王星と海王星の画像をハッブル宇宙望遠鏡と欧州南天天文台の大型望遠鏡のデータを使い、色調をさらに調整することによって星が持つ本来の色を導き出しました。それがこちらです。天王星の色にはあまり差がありませんが、海王星は従来のイメージよりかなり薄い色となっています。こうして見ると、私たちが今まで思っていた海王星の姿とかなり異なりますね。
これまで鮮やかな青色だと思っていた海洋星がこんなに優しい色だったなんてとても意外です。さらに今回の試みによって天王星について新たな事実も判明しました。それは天王星が季節によって色が変化することです。天王星は夏至や冬至など極が太陽の方を向く季節は少し緑っぽい色に変化し、逆に春分と秋分では青みがかった色になるといいます。天王星にも季節が存在していて、それが星の見た目に影響を与えるなんてとても面白いですね。今後海洋星でも同じような季節変化が観測されるなんてこともあるのでしょうか。もしそうだったらとても興味深いですね。さてここで次のニュースを見てみましょう。これが今回紹介する最後のニュースであり、現時点で一番新しいニュースとなります。それでは早速見ていきましょう。最後のニュースは海洋星の衛星に関するニュースです。海洋星の衛星はこれまでの探査や観測などにより計14個が発見されています。しかし2024年2月23日、国際天文学連合小惑星センターの小惑星電子解放にて海洋星に新たな衛星が2つも発見されたことが報告されました。一度に2個もの衛星を発見するなんてすごすぎますね。しかも海洋星に衛星が発見されたのは実に10年ぶりのことです。こんなに素晴らしいことが最近起こっていたなんてご存知でしたか？今回衛星を発見したのはスコット S シェパード氏などからなる観測チームです。このシェパード氏がとってもすごい方で、彼は2000年以降に100個以上の衛星を発見したと言われています。つまりシェパード氏は衛星発見のスペシャリストなんですね。それに実は海洋星の衛星を見つけることってとても難しいとされているんです。なぜなら天王星や海洋星といった太陽から遠く離れた場所にある衛星は暗い領域にあることから観測しづらいからです。今回発見された衛星も視等級が25から27と肉眼ではまず見えないほど暗い衛星であり、撮影方法をあれこれ工夫した結果発見に至ったとされています。その衛星は現時点でそれぞれ S2002N5、S2021N1 と名付けられていて、2021年にマゼラン望遠鏡やスバル望遠鏡を用いた観測で発見されたそうです。どちらも海洋星から遠く離れた衛星であり、特に S2021N1 は太陽系にある衛星の中で最も遠くを公転する衛星とされました。新しい衛星を発見したことによって、衛星に関する新たな記録も塗り替える結果となったんですね。これで海洋星の衛星の数は16個となりました。ちなみに現在これらの衛星には名前がついていませんが、今後命名される予定だそうです。どんな名前になるのか楽しみですね。海洋星の衛星の名前は基本的にギリシャ神話に登場する海や水の精霊、特に海に住む女神たちネレイディスから付けられます。衛星の命名にはちゃんとした基準があるんですね。新しい衛星の名前をあれこれ予測するのも楽しそうです。また今回の発表では海洋星だけでなく天王星にも一つの衛星が発見されたことも発表されました。天王星の衛星が発見されたのは約20年ぶりのことです。海洋星の衛星発見よりも久しぶりの出来事だったんですね。そのため、この発表は大きなニュースとなりました。天王星の新たな衛星についても名前はまだ未定で、
今後命名される予定だそうです。さて、今回のお話は海王星の最新ニュースについてでした。海王星は地球からとても遠い星であり、太陽系の惑星の中でもひときわ分かっていないことが多い未知の惑星なんですね。しかしかつてのボイジャーによる探査や現在も続く観測によって次々と新事実が判明しています。海王星の雲についての謎が解けたり、第九惑星が存在する可能性がさらに高まったり、海王星の真実の色が分かったり、新しい衛星が発見されたり、とても興味深いニュースばかりでしたね。今後も海王星についてどんどん新しいことが分かるかもしれないと思うとワクワクします。次々に新しい一面を見せてくれる海王星から目が離せませんね。それでは今日のお話はこれでおしまいです。またあなたとお会いしたいので、ぜひチャンネル登録してくださいね。いいねもいただけたら嬉しくて動画制作がはかどっちゃいます。皆さんが良い夢を見られることを願っています。また次のお話でお会いしましょう。おやすみなさい。